皆さんこんにちは。私は東大かぶり生物連携宇宙研究機構、長い名前なので通称東大かぶり IPMU と呼んでますけど、そういう研究所で数学あるいは物理の研究をしてます山崎と申します。この動画は私のところに、来て大学に進学して数学なり物理なりの研究をしたいというふうに希望される方のために、説明を加えていきたいというふうに思っています。動画はシリーズになってまして、この動画自体はそのパート0になっています。パート0でまずイントロダクション、これは続きがあって、パート1は東大柏キャンパスですね、だから私がいるキャンパス、それからそこにある研究所であるかぶり IPM がどういうところかっていうのを説明することになります。パート2は僕がどういうことを研究している、でパート3はその後に仮に僕のところに行きたいということになったら具体的にどういうふうに出願したらいいかと。出願先は東大数理っていう数学科ですね、あるいは東大物理などあるんですけども、私の場合は特殊なところもあるのでどういうふうに出願すればいいかと説明したいと思います。パート4は実際に合格したらその後どうしたらいいのか、どういうことが起こるのか、その辺のことを説明したい。これは結構聞かれることも多いので当然興味があることかなというふうに思います。大学院で生活が慣れてきたら実際に研究が始まるわけなんですけど、どうやって研究すればいいのかと、これはなかなか難しい問題なんですけど、そこを僕がどうやってサポートしていくかとか、どういうふうに僕が思っているかということを説明したいと思います。もしかしたら何かさらに思いついたらパート6以降も作るかもしれません。で、重要なのは情報は日々変化しています。必ず大学とか私のホームページ等から最新情報を随時確認してください。日々変化するっていうのはいろいろ意味があって、例えば僕自身がどういうことに興味があるかとか、そういうのっていうのはなかなか将来的には分からないところもあって変わってるっていうのもありますし、それから事務的にも大学院とか大学院の手続きっていうのは結構変わることがあります。そういうことも込めて最新情報を確認してほしいというふうに思います。僕自身に関するですねことに関しては、このホームページにあるここにリンクがあります、あって概要欄に後から貼っておきますけども、このリンクの方が更新しやすいので、そちらの方がアップデートされている可能性は高いです。この動画はイントロダクションなので、細かいことは後から説明していくんですが、この動画だけしか見ないという方もかなり多いんじゃないかと思うので、そこで何を話そうかなと思ったときに、いろいろ細かいことはあるんですけども、どうやって大学院に来たらいいかということがまず問題なわけですね。でもちろん大学院に来たからといって、それはある意味始まりにしか過ぎないわけで、その後例えば大学院なら標準的には例えば博士まで行くとすると5年間、それからさらに場合によってはその後博士研究員なり、あるいは助教などどんどん研究を続けていくとすると長い道のりがあって、その辺になってくるとどういう人が研究者として成功するかとか、まあ誰にも分からないところもあったりします。でただ今日はそういう話ではなくて、大学に入ってくるためにはどうしたらいいかが重要なわけで、まずそのために当たり前なんですけども、大学院入試を通過してもらうっていうのはとても重要なわけです。それは基礎学力がどれぐらいあるかっていうことが重要なわけで、新しい研究をする、新しいものをクリエイトしていくっていうためには基礎学力が重要であるっていうのは想像がつくかと思います。実際例えば仮にですね、進んだ勉強をしていると、例えば超弦理論ならば、例えばポルチンスキーの教科書を日頃読んでます、あるいは例えば大数幾何学のハーツフォンの教科書を読んでますみたいな、進んで勉強することも重要なんですけども、そういった進んで勉強してても、実は基礎的なことがおろそかになっていたりしたら、結果最終的には大学院入試に入れないので、僕のところには来れないということになってしまいます。僕自身は実はそういうペーパーテストとかあんまり得意な人間じゃないので、因子が重要ですとかいうのはちょっと後ろめたいところもあるんですけども、でもやっぱり基礎学力が重要ということはあるかと思うので、ぜひ、そこに引っかからないように学力を重視してほしいなというふうに思います。それからもう一つは、僕のところに限らずなんですけども、いろんな可能性があるわけですね。どういう大学院に進学するかっていうのはものすごく可能性がある。例えばある大学に所属してたとしたら、その大学の日頃講義を取ってる先生方ももちろんいらっしゃるわけですけども、でも世の中っていうのは広くて、例えば同じ大学の中にも、例えば同じ分野を研究している別の先生方がいらっしゃるかもしれないし、いろんな学部もあるかもしれない、それから日本の中にも大学たくさんあるかもしれないし、それから世界にはもしかしたら自分がやりたいことをまさに専門にしているような専門家がいらっしゃるかもしれない。だから必ずしも僕のところに来るがいいかどうかはもちろんケースバイケースで何とも言えないですが、少なくともやっぱりいろんな可能性を調べて、その上である程度納得して僕のところにぜひ来ていただきたいし、そういうふうに情報を自分で収集できるような積極性を持った人間に来ていただきたいなというふうには思っています。それから第3点ですけれども、これは人生の中の例えば5年なり5年、かなりの長い期間をその学問を研究するということにつぎ込むわけなんですから、やっぱり自分の中でその学問を本当に研究したいという気持ちがあるかどうかなんですね、重要になるとは思います。でもちろん大学院に来たからといって、場合によっては例えば修士を取って2年で辞めるかもしれないし、それから博士を取ってその後違う道を歩むかもしれない。
だから人生をそこにコミットする必要は当然ないわけなんですけども、でもそうは言ってもやっぱり自分の人生の数年を使うわけなので、大学院進学するにあたってはその学問を本当に研究したいのかということをあらかじめ問い直してほしいと思います。